イギリスのメイ首相は2020年に行われる予定だった総選挙を前倒しするよう求める動議を議会下院に提出し19日午後審議が行われました審議の中でメイ首相は EU からの離脱に後戻りはないと強調した上で EU との間でイギリスにとって最良の合意を得るためには強く安定したリーダーシップが必要だと述べ 選挙は EU との離脱交渉を誰に委ねるのか国民の信を問うものだと主張しましたその上でメイ首相は総選挙を前倒ししなかった場合は選挙を目前に控える中で EU との離脱交渉の大詰めを迎えなければならなくなると述べ選挙の前倒しの必要性を訴えましたこの後採決が行われ同儀は賛成522 これを受けてイギリスの議会は来月3日に解散することが決まり6月8日の投票に向け各党の選挙戦が本格化することになります。